本日が10月25日月曜日、はい、ただいまのお時間が午後1時になろうとしているところですと、はい、本日お相手は私佐藤博之と、はい、制作部の相澤です。よろしくお願いします。さてさて、はい、めっきり寒くなってきましたけどね。そうですね、急に、はい、ちょっと雨が降ったりとかして、はい、すごく寒くなって、はい、夜をどう過ごそうか迷い中なんですけれども、昨日初めて僕、はい、湯たんぽをやってみたんですけど、さすがにちょっと暑くて、ちょっと早い、ちょっと 早取りしすぎましたね。ちょっと早かった、ね、もうちょっと下がってからやろうかな、うん、だいぶ暖かくなりますよね、湯たんぽ。そうなんです、かなりいいですよ、はい、皆さんおすすめですので、はい、これから活躍よかったら、ちょっとしたらエコでいいですからね。そうですよね、やってみてください、はい、よろしくお願いします。さて、そんな今日は何からお伝えするかと言いますと、はい、こちら演劇集団キャラメルボックス 25th 4 クリスマスツアーサンタクロースが歌ってくれたの空席情報からいきたいと思います、はい、まずこちら大阪公演はもう間もなく始まりますけども、そうですね、はい、10月30日土曜日から11月7日日曜日までイオン化粧品シアターブラバで行われます、はい、こちら今どんな状況でしょうか、はい、こちらはですね、土曜日、日曜日、祝日はもういっぱいになってきておりまして、一旦ご予約締め切らせていただいております。おこちらは2日、4日、5日にお待ちしております。3日間がおすすめということで、平日の、はい、嬉しいことですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあのそこを目指して皆さんよろしくお願いします、はいはい、お待ちしております。続きまして北九州公演です、はい、北九州公演は11月13日土曜日、14日日曜日と2日間で、北九州芸術劇場大ホールで行われますと、はい、こちらは今どんな状況でしょうか。こちらちょっとキャラメルボックスの方ではあのチケットの発売後のお取り扱いがないんですけれども、はい、おすすめとしてしましては13日土曜日の18時の会ですね、うん、こちらが比較的この3ステージの中ではおすすめですので、まあ、詳しくはあの北九州芸術劇場さんの方にそうです、ね、お問い合わせをお願いいたします、はい、ちょっとねこちらはあのキャラメルボックスを取り扱ってないので。そうですね、あとはプレイガイドさんでも、はいはい、取り扱ってますので、そちらの方でよろしくお願いします。そして最後は東京公演です、はい、東京公演は11月30日火曜日から12月25日土曜日まで池袋サンシャイン劇場で行われます。こちらは今どんな状況ですか。はい、ですね、もう全体的に混雑してきております。まず土曜日、日曜日、祝日と、はいはい、あと24日の金曜日はですね、はい、一旦ご予約締め切らせていただいております。あらららら、あと他平日の日にちでしたらまだご予約いただけるんですけれども、うん、1階席はもうほぼない。まあ、あとはプレイガイドさんで、ありがたいことですけれどもね、はい、ちょっとなので平日行けるという方でももう本当にお早めにご予約いただければと思います、うんうん、土日はもう前日予約もないっていう、はい、前日予約と当日予約が当日券だけですね、どうしてもという方はそれを目指していただければ、そうですね、そこで頑張っていただいて、はい、よろしくお願いします。続きましてこちらです、はい、でん演劇集団キャラメルボックス 25th 4.52010クリスマススペシャルと題しまして、はいはい、サンタクロースが歌ってくれたアナザーキャスト 10Days リミテッドバージョンを上演しました、はいはい、こちらがですね11月18日木曜日から28日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演いたしますと、はい、こちらは今どんな状況でしょうか、はい、こちらですねあの前日予約に切り替わっていて、はい、ちょっとご予約締め切っているステージは、千秋楽の28日日曜日14時の回だけなんですけれども、はい、でこちらもですねもうあの土曜日のお昼の回ですとか、うん、祝日がですねかなり混み合ってきてますので、はい、あの土日祝日しか行けないという方はですね、まあ、土曜比較的土曜日の夜がおすすめです、うん、土曜日の夜がおすすめ、はいはい、あとは平日はまだ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 で特に金曜日の夜おすすめです。こっちはねまだガンガン取れますので、はいはい、皆さんぜひあのサンタクロース2つやりますんでね、そうですね、こう見比べるのも絶対楽しいと思います、ね、いいと思いますよ、はい、はい、ぜひぜひ、どんな風になるのか、そうで東京の方はね先にこの10 days を見てから、はい、あそうですね、ちょっと順番ができますんで ね、もし北九州の方は、はい、今稽古真っ最中でガシガシ面白い芝居にしてますので、はい、10 days の方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーですと、はい、今ねこちら、はい、テンデイズリミテッドバージョンの稽古真っ最中なんですけれどもね、稽古中です。まあね皆さんほぼ誰がどの役をやってるか大体分かってるとは思うんですね、はい、まあね、チラシ、あ、チラシというかハテナに書いてあったんですけれども、はい、大内さんが、芥川をやり、はい、達也さんが太郎をやり、はい、阿部丈司が警部をやるというね、はい、楽しみです。すごいですね、はい、あ、なんか来ました、あ、なんか、あ、なんだこれ、こんなものが、これはキャラメルボックスサウンドブック、サンタクロースが歌ってくれた、これ
サントラが発売されるということですね、はい、こちらおいくら万円でしょうかね。こちら3000万円3000万円高いですね。3000円で発売するということで、はい、全部16曲入りで3000円、安いですね。すごい。そうです、1曲200円しないですね、はい、ダウンロードするより断然安いですね、はいはいはい。じゃあぜひぜひ、ジャケットも可愛い、はい、こちらなんか大阪初日に間に合うということなので、はい、よかったら劇場で皆さん買ってみてください、はい、こちらは何ですか。トカンボトバック、なんかシックな感じで、まだえ、何これ、ま、中身ないの。まだです。え、あ、開かない、はい、こうはいいんだ。あ、それね、そうやればいい、はい、これも、これはおいくら万円ですか。これは2000万円ということでね。若干安い。皆さんこのいっぱいお札を持ってきていただければ、はい、大阪劇場ではもうちょっと安くなってるんじゃないかと思いますので、ね、今回のこの CD はすごくいろんな方が出ております、はい、そうなんですよ。おお、びっくりした。これがね、はい、もうね、大変で、はい、制作組織の加藤正臣です。すごいですね、これ豪華メンバーですね。16人に16曲発注しました。石橋翔吉さん、堂島康平さん、はい、アティータさん、樋口千代さん、はい、それお札でしょ、良一さん、あとはもう本当大変です、竹中美香さん。すごいですね、超もうフルメンバーというか、なんというか、キャラメルボックスサントラ的にはもう、はい、大変です。でオーシャンとかね、オーシャンレインとかブディストさんもお願いしたかったんですけど、スケジュールとかいろいろありますからね、難しいですね。またそれ次回お願いしたい。まあはい、はい、スパンクページもいるな。曲としてはどうですか、聴いてみて。あれ何言ってんのお前。もちろん聴いてますよ。知らないふりしないでよ。君はどうなのよ。一応聴いてますよ、もういろいろね、今回ね、これ言っていいのかな、本当ね、曲きっかけが多すぎて、みんなで ね、聴きながら、ここみたいなことをね。曲きっかけっていうのは何かというと、キャラメルボックス伝統の、はい、キャラメルボックスになる前からね、伝統で、音楽に合わせてあの芝居、ワンシーン作っちゃうみたいなね、うん、そう。だいたい5分ぐらい の曲だったらバッチリいけるけど、はい、今回10分とかあるからね。10分目に曲がかかって10分目にきっかけがあるっていうね。あれ合うのかしら。でもほらなんか合うとかっこいいじゃないですか。昨日あった。あ、昨日会いましたか。あった。一昨日もあった、うん、すごい。それが最近は割と大人になったから、あの、いやーな、曲きっかけじゃなくてちゃんと芝居を作っていこうよ前提でねみたいなのがあるんだけど、昔は本当この曲で行くからでね。ありましたね、そうですね。そうで曲に合わせて台本書いてたから、なりさんが。あ、そうか、この何分ぐらいでこのフレーズが出たら、ここに合わせるような感じ。そう、はい、サンタなんかその最たるもんですね、はい、初期の作品なんで。そうです、初演が89年、うん、相当前ですね。もう本当曲きっかけ大好きだったからね、はい、はい、じゃあこちらもぜひぜひ。これを、はい、これはね、あの特にお勧めしませんけど、あれ、あの、うん、サンタを見たら、はい、もう買ってると思います。自然と見た人は当然、ね、だって劇場でこの CD 買わなきゃ聴けない曲ばっかりですから。そうだ、街では売ってないですよ。そうですね、うん、はい、で過去のものとは全然違う曲ばっかりですね。そうです、全部新しい曲、新しい曲、新しい録音ですね。そうですね、はいはい、あの中にはカバーの曲とかもありますし、あのその曲きっかけ用に、これがひどいんですけど、はい、昨日ブログにも書いたんだけど、はい、あの元の曲っていうのがあるわけじゃん。はいはい、まあ、初演とかで使ってた、はい、使ってたというか、ね、はい、をこう聞いてもらって、はい、で DVD も見て、 DVD っていうかあの過去の記録映像も見てもらって、はい、ね、で、この曲のと、はい、テンポ一緒で、構成も一緒で雰囲気も一緒で雰囲気も一緒で、でブレイクもこの位置に入れてください。すごい、曲の長さもこれで、うん、で違う曲をお願いします。なんていうお願いの仕方をしてるんですか。そんなのなかなかないですよね。そんな失礼すぎますよ。すごいですね、失礼すぎる。でもやっていただいたと、本当にいや、それをやってくれるミュージシャンが現れたっていうのがやっぱこの12年サントラをやってきた財産ですね。財産だなと思いますね。本当に申し訳ありませんでした。どんな曲かを見るのも楽しみ、聴くのも楽しみですね。すごかったでしょあれ。わかりました、わかりました。あれ、おー、すごいみたいな。それかみたいなね。そうきたかとかね。じゃあそういう盛りだくさんのそうなってますので、初演とかの曲知ってる人、ああみたいなね。阿部ジョージがね、阿部ジョージがほら、俳優教室で一回サンタクロースで、はい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 、はい、
あれこの曲ってあれ同じ曲じゃないこれっつってでもなんかあれ聞いたことあるけど違うなみたいなそういう感じ、そういう感じがのもある、はい、もちろんだからここで使う曲なんでこういう雰囲気で、はい、もうあとはご自由にっていうのもいっぱいありますけど、はいはい、じゃあまずは大阪で幕を開けますので、まあ見たら買っちゃうね、はい皆さんよろしくお願いします。でこちらテンデイズもやってます、ね、忘れないように。テンデイズどうすか稽古、まだね1週間だけなんでね、終わったんで、うん、ちょっとまだ僕分かんないんですけど、もう読み合わせの時点で報復絶倒だもんね、はい、テンデイズ、ね、テンデイズね、もうねテンデイズの人たち大体ね、はい、あれだよね、あのもう完全に A キャストって内部で呼んでますけどね、あ、はい、あの西川たちのチーム敵視してますから、はい、してませんよどういうことですか。だってえそうじゃん、はい、もうあ達也だよ特にな。達也さんね。達也と畑中はもう、はい、絶対負けないっつって。僕は負けませんよ。負けず嫌いなんです。いや負けない。みんなで、まあ、負けない。一致団結して面白い芝居。佐藤君は何の役ですか。僕はねこれ言っちゃっていいんですよねもうね大体ね。じゃあ僕は監督ですね。向こうはつついですか。はい、ちょっと。違うねこれね、多分違うと思いますよ、全然違う ね、 ね、そうよ、水産はなんか多分床が抜けるんじゃないかっていうぐらいの動きをしてる昨日抜けてたそんなパワーを僕出せんのかなと思いながらね、もういやパワーは別にいいんだよ、うん、パワーじゃないよやっぱ、うんうん、気持ちだよ、水産ですね、やっぱね芝居見てて、はい、すいませんね僕ばっかりしゃべって、いえいえ、あの一つ言葉ってその中の気持ちによって全く違う意味を持つのね、うん、っていうのを特に昨日おとといの投資稽古を見ていて、同じ言葉でも、うん、97年にやったやつを僕結構選曲っていうか曲作りの途中にずっと、はいはいはい、見てたんだよ、 DVD 焼いてもらって、はい、であの今回の西川たちを見て、はい、うおーっていうぐらい話が入ってくるのね、へー、中の気持ちが濃くなってんだ。なるほど。やっぱ13年も経ってるからみんな上手にもなってるの。はいはいはい。すごい。あ、じゃあそれは全てのキャストでそういうことが。そうそうそう。だから10 days はまた全然違う人たちがやるわけだから。歌詞も多分違うと思う、ね。全然違うと思うんだよね。だから蜜をめぐるね、あの、その辺のみんなの思いとかさ。ああ、多分違うでしょうね。あ、全然違うと思うね。それもだから見比べていただいても面白いかなと思いますね。うん、はい、菊池警部なんてね。何笑ってんですか。もうね読み合わせでね僕息を引き取りそうになりました、ね、呼吸が呼吸ジョージね、あれからね、うん、5倍はパワーアップさらに正直本当本当に今日見ようかな、相手もういいか、石川さんがね気絶できなかった口アングリ相手面白すぎて、面白いというかもうはぁってそんなこと言うのみたいな感じでジョージはもう私の想像を超えること言ってるからもう全然芝居できないやん芝居支障が出るぐらいの、支障が出るぐらいの面白さ、あ、今日ちょっと見ていこうかな、はい、今日ジョージのシーンやる、ジョージだけかよみんなお仕事やってますので全部見に来てくださいじゃん、ぜひぜひ、いや本当ね、うん、これ絶対ね岡田達也の意地がね、あ、みそうですよ、絶対こいつ本当ね、はい、やると思います、はい、ね、で大内さんもね今ね稽古中ですけども、うん、はい、エンジンかけてその前の勢いも回ってると思いますね、はい、はい、面白い芝居になると思いますので、うん、ぜひぜひテンデイズの方もよろしくお願いします。ではそろそろお時間となりました、はい、では皆様劇場でお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひ見に来てください。それではさようなら、バーハイ、懐かしいな、バーハイ、バーハイ、知りませんよ、あのおはよう子供ショー